バレー軍はアメリカ合衆国間補修の北中部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は9862人である。軍庁所在地はカスケードであり、同軍で人口最大の都市はマッコールである。軍名はペイエット川北支流のロングバレーにちなんでおり、ペイエット湖岸のマッコールから南にカスケードのある ラウンドバレーまで30マイル以上に広がっている。このバレーは、ボイシバレーから連れて来られる家畜の夏の牧草地である。1948年にカスケードダムが完成して、以来、バレーの北部大半はカスケード貯水池に沈んだ。軍内には、アイバホジリスが生息している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は3733.66。 平方マイルであり、このうち陸地は3677.82平方マイル、水域は55.84平方マイルで、水域率は1.50%である軍内の主要な高規格道路は、南北方向に走るアイダホ州道55号線、別名ペイエット川自然景観道路であり、国立シーニックバイワエ自然景観道路に指定されている。のイーグルから、 ボイシー軍のホース州弁ド市に至り、ペイエット川の急流沿いに、カスケードとマッコールにまで登っている。さらに、マッコールのペイエット湖で西に転じて、アダムズ軍のニューメドーズ市にある、アメリカ国道95号線との交差点で、終わっている。カスケードダムと貯水地軍内には、アイダホ州、アメリカ合衆国森林局、及び、地元自治体が所有する、公共用途空港がある。 以下は、そのリストである。バーナード森林局空港ビッグク,クリーク空港ブルース、メドーズ空港キャビンクリーク、森林局空港カスケード空港ドナルド・ディ・コスキ、ー記念空港インディアンクリーク森林局空港、ジョンソンクリーク空港クラッセル、森林局空港ランドマーク森林局空港、マホニークリーク森林局空港、マッコール市民空港ソルジャーバー森林局空港、 トマスクリーク空港バレー軍は、アイダホ州の大半と同様、昔から共和党の強い地盤である。2004年アメリカ合衆国大統領選挙では、ジョージ・ W ・ブッシュが、ジョン・ケリーを21%差で破った。2008年アメリカ合衆国大統領選挙では、近年になく競り合いだったが、ジョン・マケインが、バラック・オバマに7%上回った。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。